こんにちは、佐々木です。今回から YouTube の規約の変更により、動画内容が10分以上になる場合があります。その点ご了承ください。はい、今回ですね、メルカリ、中央に物販リサーチを大公開。初心者の方でもこの方法なら簡単に売れる商品をリサーチできますよ。というテーマについてお伝えします。それでは、早速行ってみましょう。はい。今回ですね、初心者の方でも簡単にさせていこう。ぜひね、もう説明していますので、ぜひね、参考していただければいいかと思います。はい。まずこちらですね。今回、こちらですね、海外と入力していただきまして、ここですね、こうクリックしてください。はい。そうしますと、こういったようにですね、画面が出てきます。はい。その次ですね、こう新品ですね、送料込み売り切れ、こちらをクリックしてください。はい。そうしますと、こういった画面が出てきますね。はい。ですね。で、その次なんですけど、まあ、こちらの商品っていうのはですね、ほぼですね、輸入品ですね。あと、中国に輸出された商品なので、まあ、こういったふうに言っていただければね、ぜひ儲かる商品もすぐわかります。で、今回こちらですね。こちらの商品を、リサーチします。はい。で、これがですね、ルアーですね。で、見ていただくと、海外製っていうので、こちら 100% 海外製ですね。あとですね、こちらの、ね、出品者の方はですね、調べますね。そうしますとですね、まあ、明らかにこれはですね、フィッシングですね、フィッシング関係の商品をやってる方なので、もうプロの方なので、ぜひね、今後ですね、こういったルアーとか売りたいって方はね、こういった方をね、参考にしていただければ、良い商品ありますので、ぜひね、参考してみてください。はい。で、これは、海外製と書いてあるんですよね。特に書いてないんですね。ここの、先の商品だけですね。はい。で、次なんですけど、まあ、ここに海外製って書いてあるんですけど、もう下にね、スクロールしていきますと、ここに大体ですね、外国製、海外製、中央製とかね、まあ、欧州、ヨーロッパとか書いてあるので、そういった商品はですね、そちらから、入社商品になりますので、まあ、ぜひ、調べていただければいいかと思いますね。はい。で、まあ、この商品ですね、どういった調べた方がいいかと言いますと、画像検索を使うんですね。ただしですね、これを見ていただくと、こう取れないんですよ。なので、どういった方法を使うかと言いますと、これですね、この、パソコンに入っているスニッピングツールっていうのを使います。で、ここをですね、これ入れていきまして、クリックします。はい。そうしますとですね、まあ、こういった画面出ますので、ここをですね、3秒押してください。はい。そうしますと、こういったね、暗くなるんですけど、ここをですね、こう切りますね。出ます。出ますね。はい。で、これをですね、パソコンにですね、コピーしておきますね。今回。デスクトップに出ますね。はい。で、まあ、これ消しますね。で、次なんですけど、まあ、これをまあ、ちょっと置いといていただいて、この1688、こちらからですね、商品を検索しますね。これ、中国製なんで、1688を使います。はい。で、クリックしていただく先の写真ですね。はい。クリックしますと、動きましたね。はい。で、これ見ていただくとわかるんですけど、出てきました。こう、写真を見ていただくとですね、こう、全く一緒ですね。全く一緒です。なので、この商品は、こちらから輸入しますね。はい。で、その次なんですね、見ていただくのは、ここですね。こちらの6年とか1年っていうのは、商品、ここの1688に出品している年数なんですよね。6年ってことは相当長いので信用できるお店なんですよね。はい。で、次なんですけど、このとこに2から9から20元って書いてあるんですよね。10から99で18元。これがですね、値段です。はい。なので、2から9を仕入れるだけ20元ですね。で、10個超えると18元ですよっていうことで、こちらと高いですよね。で、さらに安く仕入れることを考えますね。こっちは安いですね。クリックしますね。安いですね。はい。で、これはケースがあるのかな ?5.1。ケースあるみたいですね。ありますね。はい。で、ここから商品を仕入れるとします。まあ、100個でもいいんですけど、まあ、今回はね、こちらの方ですね。11円で入れるとしますね。はい。まず11かけるですね。今ですね、1元 16.2 ぐらいなんで、まあ、だいたい178円と、1個178円と考えていただければいいかと思いますね。はい。で、さらにですね、
国際配送の、中国国内の配送プラス、中国からの国際配送ですね。それとですね、税金。国際税金っていうのがかかってきます。この3つがかかってきます。来るんですけど、おそらくですね、中国国内の配送料はただの無料ですね。で、まあ、国際配送料とですね、税金で、大体ですね、まあ、100円以下となると思うんですよ。まあ、大体大まかに100円と考えていただけ、278円ですね。と考えてください。はい。で、その次ですね、このメルカリで908円で売ってますので、まあ、これを1回リセットしていただいて、まあ、0.9とか書きますね。1割もかかりません。で、その次ですね、まあ、配送です。1つあたり配送代、大体、定期外郵便使っていただいてもいいので、まあ、180円とか考えていいですね。で、720円ですか。で、ここからですね、マイナス、先ほどのですね、278円いきますね。はい。そうしますと、420円です。だいたい約、まあ、400円ぐらいは出るんじゃないかっていう計算なんですよ。1つあたり。非常にお得ですよね。10個っても4000なので、まあね、大量に売っていただいてもいいですしね。ヤフオク、ラクマ等でも売ることができます。なので、この商品はね、100%儲かるので、ぜひね、興味ある方ね、仕入れていただけるかと思います。ぜひ試してみてください。はい。はい、チャンネル登録お願いします。あとですね、悩み、質問等ありましたら、LINE 登録後によろしくお願いします。今回の動画は以上となります。さらにご視聴いただきまして、ありがとうございました。